祥寺のレラバイアフロードの畑中正俊です。今日はくびれショートをカットさせていただきます。後頭部の丸みと、襟足のタイトさ、あとは全体もすっきりしたシルエットがポイントになります。今日はよろしくお願いします。はい、ではカットしていきます。はい、まずはイヤートゥーイヤーですね。耳の後ろで上げ取ります。はい、でここも、頭の形を触って、ボンのくぼの少し下でスライスを取ります。で、アンダーセクションをカットしていきます。で、くびれショートの時は、スライスを立てていきます。で、そこの一番、上の髪の毛が鼻まで、首の肌のところまで落ちてこないところで設定するようなイメージにします。で、角度は、だいたい60度ぐらいですね。ちょっと高めに引き上げてカットします。で、また顔周りの方は少し後ろに引いてカットします。はい、放射線状に同じ角度で切っていきます。はい、では次はドライカットになります。まずは耳後ろですね。2センチスライスで、根元からしっかりここは量を取ります。スニング、3% でしっかりと耳後ろは量を取ります。で、耳後ろはほんとなくならないぐらい毛先もしっかり軽くて大丈夫です。はい、では次ですね。また斜めスライスで2センチ、毛先3分の1ですね。次から切っていきます。で、濃さを見ながら、カットしていきます。はい、では仕上がりがこのような状態になります。今回はくびれのショートですので、襟足がしっかりタイトになって、その上に、丸みが乗っかってきて、くびれ感をしっかりと出すようなデザインになっています。前から見てもひし形っぽいシルエットがポイントになりますね。で、スタイリングはバームになります。はい、よく手に伸ばして、で、一番収めたい襟足からまず最初につけます。はい、で、襟足をしっかりつけたら
サイドの内側、ここも根元付近からですねつけていただいて大丈夫です。でつけたら表面の毛先、中間、根元の順番で徐々につけていきます。でしっかりと手ぐしを通してまんべんなく全体になじませます。はい、ではスタイリングが終了しました。はい、で襟足がタイトで、しっかり後頭部に丸みがあってくびれるようなシルエットがポイントになります。はい、ご覧いただきありがとうございました。今回はくびれショートをカットさせていただいたんですけれども、ポイントである、後頭部の丸み、襟足の、タイトさ、スッキリさですね。あとはトップも、レイヤーが入っているので、より動きがあるデザインが、ポイントだとありますので、ぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございました。